イングランド一部ブライトンに所属する日本代表 MF 三オ薫は、欧州のビッグクラブからの関心が噂されている。今や欧州内での評価を絶対的なものとしている中、かつてのチームメイトが三マの凄みを語っている。イギリスメディア、方法2が報じた。写真、なんだこの無双感、三笘薫、漫画級、一人対五人の決定的瞬間が話題、全員抜かれそう。 ブライトンが発掘したミトマは、今やプレミアリーグの舞台で輝きを放っている。だが、わずか2シーズン前、欧州に渡ったばかりのミトマが最初にインパクトを残したのは、ベルギー一部ロイヤルユニオンサンジロワーズ、ユニオン SG だった。2021から22シーズン在籍当時、かつてミドルスブラやポーツマスでプレーしたイングランド人 DF クリスチャンバージェスもミトマと共闘。 記事ではブライトンのファンである友人とのエピソードが明かされている。ミトマのスピードは驚異的だった。そしてあの落ち着きだ。友人と話をしたとき、彼はクラブがデニス・ウンダフを獲得したことを喜んでいた。そして、カオルミトマを見るのを楽しみにしていなよ、という話をしたんだ。その理由について、僕は彼がプレミアリーグでも成功することを分かっていたからね。 今の活躍ぶりを大喜びしているよ。彼は最高の奴なんだ、と続け、ベルギー時代の活躍からプレミアでの成功を確信していたことを伺わせた。